鬼塚大河、鬼塚大河、鬼塚大河、1998年7月9日体は日本のジャズドラマー、アーティスト名、大河、日本国外のジャズファンを中心にタイガーとも呼ばれる、京都府出身、在住、9歳の時にジャズの名門レーベル、コロンビア、サバイと日本人3人目となる契約を結び、同レーベルとスパイスレコーズからアルバムを、 異例の2枚同時リリースし、メジャーデビューを果たした。これはジャズのみならず、すべてのジャンルを通して、音楽界における、史上最年少ドラマーのリーダーアルバムとなり、ギネスブックに世界最年少プロドラマーとして、正式に認定された、当時。その際に行われたニューヨークでの受賞記念記者会見は、全世界に放映され、幅広く知られる存在となる。ギネスブックカウントでは、 マイケル・ジャクソンと並び紹介され、ジャズ界を牽引する有望な存在として、世界を驚かせた。現在、世界を駆け巡る、リトル音楽大使として、日本国内外で活動中。演奏活動の傍ら、母校である、ミュージックラボ、京都市の最年少イントラクターとして、ドラマーを目指す幼児から、同世代の子供たちと音楽の輪を広げている。 1998年に誕生し、虎年生まれでもあることから大河と名付けられる。ジャズを聴きながら育ち、2歳の頃からは、数多くのジャズライブにも触れ、ジャズを日常の音楽として体に染み込ませる。5歳から西城和弘、京都市、ミュージックラボに寺市本格的にジャズドラムを始める。幼稚園在籍中から関東、関西、ニューヨークのジャムセッションへ参加。 著名ミュージシャンのライブ乱入を繰り返し、同時に3年間、雨風に打たれながら150回に及ぶ、ストリート演奏で、心に届き感動できる、ジャズという音楽観を育てる。その活動が、新聞などに取り上げられ、ジャズの申し子として、注目を集めた。その後、ベーシスト西山光の計らいで6歳10ヶ月で、プロデビューを果たす。2005年、7歳で、 ニューヨークに渡り、ミンガスビッグバンドや、エディフ・ヘンダーソン、エディック・アレキサンダー、ライアン・カイザー、マイク・ルドン等と共演。そのライブが話題となり、ジャズクラブから出演オファーを受け、ハーレムでの自己名義の初ライブを行った。ローレンな黒人ドラマーのような本物の 4B と、感覚、エルヴィン・ジョーンズの再来、アートブレイキーの生まれ変わり等と絶賛され、背中にファスナーがついていて、 その中に、ジャズのルーツを大切にする黒人のドラマーが入っているに違いない。と、日本より、むしろ NY の大物ジャズ面の間で知られる存在となった。2008年、一時アメリカを拠点にし、ニューヨークとニューオーリンズというジャズの二大メッカにて、自己名義ライブとレコーディングを実現。ニューヨークの名門ジャズクラブ、ビレッジ・ヴァンガードでは、ルードナルドソン、デイビット・ウォン、 BE と共演。また、老舗、ミントンズでは、タイガのバースデーライブが行われ、シュガーヒルバンドと共演した。スモークでは、エディヘンダーソン、TP、ジョン・ファーンズワース、TS、カールトン・ホルムズ、P、ドウェインバーの BE 等を従え出演。一部ロック先まで、長蛇の列ができた、このライブには、噂を聞きつけたケイコ・ジョーンズが訪れ、後日、 巨匠エルヴィン・ジョーンズの自宅に招待される。彼の遺品、遺作、心しに感銘を受け、国境、差別を超えた音楽の輪を広げる、活動の展開を追求するようになる。2008年6月、ニューヨークの名門、クリントン・スタジオ、フランク・シナトラ、トニー・ベネット、ソニー・ロリンズ、ウィントン・マルサリス、プラシド・ドミンゴ、スティング、ビヨンセ等がレコーディングしたにて、 ベーシストのバスター・ウィリアムス、ピアニストのベニー・グリーンと共にサードアルバム A-Time in New York を収録。2009年2月には同メンバーで全国ツアーを観光。人種や言葉を超えた三世代トリオによる濃厚なジャズの対話は大きな感動と共に高い評価を受けるツアーとなった。ニューオリンズでは地域最大のジャズ専門ラジオ番組 WWG に出演。 その後、カーミット・ラフィンズ、デリフィー・オ・マルサリス、マーロン・ジョーダン、ジョージ・フレンチ、ブヨー・ビート・大物との共演し、復興の遅れる街中で希望の話題となった。また、セカンドラインに象徴されるストリートパフォーマンスを行い、ジャズのルーツを探る旅を続けた。2007年に、自己バンドタイガー、バーニング・ブライツを結成し、 日本国内外のステージでパフォーマンスを披露している。2008年、自ら大ファンである阪神タイガースに招聘され、ファン感謝デーでのオープニングアクトを行った。すでに2008年のメジャーデビュー前の時点で、鬼塚タイガー、アシックス社のブランドから衣装提供を受けていた。演奏活動の一方で、ハーレムの名ドラマー、クレック・バンディをはじめ、ルイス・ナッシュやケニー・ワシントンなど、 本物を継承する名ドラマーたちとも信仰が深く、特にワシントンからは不定期ながら会うたびに、レッスンやアドバイスを受けるなど、常にリアルジャズを追求し続けている。また、ジャズ界以外でも、クラシック界にも、交流のある音楽家は多く、世界的指揮者、沢谷弘氏をはじめ、バイオリニスト古沢岩尾、ピアニスト三船優子、画学の陶器秀樹らと交流し、作曲家、 加密全校の音楽講座では、講演を行うなどしている。さらに、ロック界のカリスマギターリストチャートも共演した。トランペッター日野テルマサの著書、逆光ではジャズを継承する有望なドラマーとして、紹介された。これまでのメディア露出は、題名のない音楽界、ミュージックステーション、たけしの誰でも、ピカソ、NHK モンスター、NHK スーパーキッズ、もっともっと関西。 聖い年、なるとも、のほか、ニュース番組や、ワイドショー、バラエティ番組にも出演している。生出演及び密着報道特集などを含め、ジャズドラマーとして、初の全国ネット全曲出演を果たし、注目を集めた。また、アメリカ、ブラジル、シンガポール、中国、韓国など、海外のテレビにも出演。2011年には、 中国中央テレビの新放送番組初回を大我が飾り外国人初のスタジオ収録となった。この番組は約7億人が視聴した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。